犬猿の中であるサップとウォーミングアップから気合十分。ミックスルール。K1 ルールで打撃勝負、それとも総合ルールで驚異の力を発揮するサップか。さあサップバンナの話、はい、でグローブをそのラウンドごとに変えるんですよ。はい、サラスルールがいいですし、K1 ルールですよね。だから1ラウンド K1 ルール、バンナがどうする、1の野獣はどちらだ。まずは踏み込んでいく、バンナが踏み込んでいく、バンナの右をもらった。こちらが言ってます、このラウンドで勝負を決めたいところだと思います。まずは第1ラウンド K1 ルール、 K1 屈指のテクニシャン、ジェラブレバーグラついた、サップがグラついた、さあ連打、さあバンナだ、バンナだ、バンナだ、ボディー変えてますよ。さあ踏み込んできた、ここがフリーチ行った方がいいですね。フリーチですね、フリーチですね。頭を収めて、さあ再びバンナ攻勢、アッパーから右のフック、圧倒的有利。さあバンナの連打を受けて立ち上がった、闘争本能を見せましたが、再び初対決、完膚なきまでにバンナのパンチ、クリンチですよ、クリンチ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 、ボブさんも耐えられるか、まだ50秒ある、あーっと、頑張れ、クリンチ、クリンチ、なんとか、なんとかガードを取っているが、取られたボブサップ、クリンチ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 、6ヶ月ぶりのリング、まともにはもらってないですね、もうまともにはもらってない、ガードしている、あと10秒、ガードしてる、なんとかガードしている。さあ第2ラウンドまで耐えたボムサップ、第2ラウンドの、いやしかし畠山さん、はい、もう立ち上がりからバンナの圧力、そうですね、打撃は、はい、だからやっぱ次の総合に期待したいですね。そうですね、総合ルールでこの連打を食らいながらなんとか立ち上がりましたが、完全に食らいました。なんとかスタミナをつけてきた、それがこの形に一つからオープンフィンガーのグローブへとグローブを付け替えております。総合ルールでの戦い、総合ルールに、この第2ラウンドは総合ルール、タックルに行くボブサップ、もろ手狩り、さあ倒せるか、フィンガー左右から振り下ろされている、船木さん万全の体勢になりましたよ。これはバンナ選手の1ラウンド目相当打たれた、打ち上げられたので、これチャンスですね。マウントポジション振りはボブサップ、完璧なマウントポジション、ボブサップで焦らずいい位置ですよ、マウントのいいポジションを取っている。そして顎にパンチ、さあ清原さん、はい、バンナなんとかのしかかっております。なんとかバンナこのマウントを抜けられるか、致命傷大きくないと思うんですよ、細かいの何個つぶれてますけど、サップのパンチ、再びパウンド、サップのパウンド、アルティメットファイト、バンナ選手下からのアームロック返す力ありましたので、はい、次のラウンド K1 ルールでなかなか船木さんその十分な体勢で決めることはできませんでした。そうですね、パンチも攻めながらも仕留めることができなかった。ボブサップがもともと描いていたラウンド、ビーストいけるか、踏み込んでいけるか、さあビーストスタイル、バンナの体が好調して、だんだんとバンナフェースになってきた、右フック、この第3ラウンドに入りました、右のボディー、ボディーだ、ロキック。まあ、赤コーナーバンナサイドはね、とにかく2ラウンドよく戻ってきたというような声をかけましたね。そうでしょう、相手を向かってもらうからボディで終わらせたいんだ、そう言っています。しかしながらこの長期戦となった、右きましたよ、右のカウンター、左フック、左フック、フラグを切った、対決のこの両者勝つのはバンナサッカー、右僕の右良かったですよ、今最後は精神力、第3ラウン
未だ決着はつかず。はい、グラウンドに行った時にあのチョークとか結構有効になるような気がします ね。なるほど。こんな長引くとは思わなかったですよ。どの右に聞きましたよ。右のカウンター、そしてこのバンナの連打、最後はサップがもうすぐにでも試合を終わらせたい、しかしそれは勝って終わらせたいというアメリカの野獣と、大晦日の大阪でなんという試合になっているんでしょうか。さあ堂上のタックル、そのタップアウトを喫しました。さあ低いタックルに行った、しかし切った、バンナがタックルを切った、そして頭にキック、頭にキック、バンナの膝を得る。さあ始まった、バンナ始まった、しかし壮絶な、あの上になった方が上になりますんで、おっとアームロックか、ボブサップは跳ね返したいところですね。ボブサップ対ジェロム・レバンナ、ここから鋭いねパンチ打てば、はい、ボブがひっくり返したいところ。さあ今度はボブだ、今度はボブが上、チャンスですよ。ボブサップよく懸命に耐えてますね、耐えている。バンナここで試合終了、両者ミックスルール、すごい戦いだった、決着はつかず。チェンジするのも難しいと思いますし、ルール的にははい、有利と不利がね、いっぺんに、すごい試合でしたね、畠山さん。すごい試合でしたね。MMA で その爆発力、はい、やっぱりそれだけ攻め続けるというのは大変ということで、いや清原さん、どうですか、はい、いや本当にね、素晴らしい試合ですね、2人とも本当に。16分間フルに戦い、ボブサップも満身創痍。